どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボーク最強降臨松前討伐クエスト、ついに最強降臨にも S ランクが登場しました。というわけで今回こちらにですね挑戦していきたいと思います。使っていくパーティーはこちらです。S ランクの敵はですね、弱点属性しか武器耐久値削れないので、とりあえず闇だけで固めてきたんですけど、まあこれで十分ね勝てると思います。一応熟練度全員 100% 武器強化マックスまでしてますね。まあ基本的にこの石金器を使っていこうかなと、はい、思います。でこいつは覚醒した後は、まあ、ブレイクバーストはねエトに任せてという感じですかね。まあ一旦目はこの石金器でブレイクしていこうか。はい、では行きましょう。お、松前の前はあれなんだか普通のモブグールなんだ。とりあえず、エトに試させておくか。まあ、金木初手スキルってどれぐらいいくんだろうな。武器耐久値いくらだ。おっと、これは15ですか。まあとりあえず金木打とう。で金木に自身に3倍のバフかける。武器耐久値マイナス8、巻いてあと6だね。6だから普通にやっても削れるか。あ、60回攻撃しなきゃダメだから、まあとりあえず金木でブレイクしていこうか。あー、そう、覚醒さないといけないか。まあじゃあどうしようかな。まあシフト使えばいいか。とりあえず、あー、これ待って、もしかして、あ、よし、食った。いける、これ金木じゃなくて後ろのムカデでブレイクしちゃうことになるけど、まあまあいいでしょう。んで、ブレイク。お、これワンターンキルもしかしてできてた。もうちょい考えて立ち回れば。ここちょっとオールで出血させていこうか。すまなきゃ、おら、オーケー。んで次でオールのスキルが打てるから打って出血をさせていく。出血、オッケー。あ、これワンキルができる説あるな。これ金木で終わるな。こいつ3倍のバフかかってるから、はい、まあ今回もう最適解に等しいパーティーなんじゃないだろうか。まあ最短でバフかけてってやるといけるのかな。誕生日ひなみとかいけると入れるといい、早いかな、どうなんだろう。まあとりあえずパパパってやれば速攻で終わるんじゃないでしょうか。闇属性のキャラクターが揃ってればね。まあまた次回は縛りとか入れながら原作再現の方もやっていこうかなと思います。せっかく古田も松前もいるんでね、松前じゃねえわ、ハイルもいるんでね、そちらの方で原作再現の方やっていこうかなと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。